12レース5号艇の後藤翔志選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小島は昨年9月と12月に走られていずれも優秀ということでした。今回は新エンジンと新プロペラのシリーズなんですが、前検尾はどのような状態で乗られたんですか？プロペラ叩いていこうと思ったんですけど、はい、時間なかったので中途半端な感じだったのでちょっと参考外です。はい、で叩いている調整途上で、はい、特訓には出られたと。はい、はい、ではその特訓の感触というのはまだはっきりつかめてはいませんね。そうですね。はい、特訓の後にはもうしっかり叩き切られたんですか？はい、はい、このプロペラを叩いた状態で新エンジンとどうマッチングするかですね。そうですね、また明日乗ってみてそこから調整していきます。はい、この新エンジンで乗るときには気をつけてることとかありますか？いや、特にないですね。一通り点検も兼ねてやることやってって感じで。はい、はい、前回小島で乗られたペラの形というのは叩いてみたりとかは、まあそれのベースに近いですけど、まあ、新エンジンっていうのも考えながら、はい、調整していきたいです。はい、いずれにしても昨年2回出場されて2回ともねいい仕上がりになっていましたから、今回も期待がかかるところではあります。はい、一節間にかける意気込みの方お願いします。はい、優勝戦乗れるように精一杯走ります。